はい、どうも。なんかちょっと自分には計画性がないなと思って、コルクボードにスケジュールを書いて、それでうまいことやっていこうって思ったんですけど、コルクボードすらまだ貼ってません。ワイワイです。今回で皆さん、カーバルスペースプログラムはついに記念すべき第10回を迎えました。いやー、実はね、ちょっと間延びした感あったんですけど、この10回で月に行きたいなって個人的には思ってたんですよ。ただその前になんですが、前回の動画、昨日の動画ですね、につけられたコメントというか、ツイッターでもいただいたんですけれども、どうやらジェパダイヤを救うことが、可能なんじゃないかという説が現れたんですね。ちょっと一回ジェパダイヤのところに行ってみたいと思いますけれども、その方法とはっていうところなんですけどね、ジェパダイヤ、今このラブファントム2017より愛を込めてとちょっと差ありますよね。で、この差を埋めてしまえばいい。そこでジェパダイヤには実はジェットパックが装備されてるそうなんですよ。それを使えば、ここにひっつく、もしくはそれを追い抜かすとか、そういったことも可能なんじゃないかと。とにかくこいつは今宇宙で泳げるらしいんですよ。これをちょっと試してみたいと思います。はい、ということで、ジェパダイヤの画面までやってきましたけれども、どうもやっぱり画面内には収まってないような気はするんですけどね。まあでも、方向としてはですね、こっちとかの方向なのかな。おそらくこちらの方向、ここになんかね、いろいろこの印があるでしょ。細かくは説明しないんですけど、こういうなんかポケモン委員があった、こういうなんかエタノールみたいな名前のやつ、このエタノールみたいなやつをめがけていくと、効率がいいんですよね。多分ね、このピンクのとこやと思うんですけど、ここで R ボタンを押すことによって、彼がこの後ろに背負っているこの2つの筒のやつね、こっからジェットパックを出せると。1回押してみましょうか。こう、今なんか出てる、これ出てるな。で、前に進んだりしてるみたいやねん、これ。ちょっと分からへんねんやけど これが一応ね、巡航マークって言って、こっちの方向に進めばいいよっていうマークなんですよ。だから、この黄色いこのエタノールの方に向かって、私が動いていけば、違うんかな、これ俺についてきてる、もしかして。俺についてきてる、ごめん。この紫の方行こうか。じゃあ紫の方行って探してみよう、機体を。みんなめっちゃ近くなってきた、めっちゃ近くなってきたよ。左下、左下かな。いや、もう分からん、こうなるともう分からん。でも地球側、地球側、地球っていうかカービン側、カービン側やわ。くら。ちょっとごめんなさい、もう言うてる前にこの EVA 推進剤っていうのがもうなくなってきちゃいますんで、ジェパダイヤだけちょっと一回地球に返してみようかなって思うんですよ。多分ね、こっち、これ逆光やから、こっちの方向にすると、この×のね、エタノールをこうやって追いかけ続けると、おお、来た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 、ほら、どん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 近づいてきましたね。5万メートルまで来ましたね。5万メートルまで来たところで、おそらくジェパダイヤの燃料は切れたかな。切れましたね。では、おそらくジェパダイヤ多分無事帰ってきてくれると思いますんで、ここまでちょっと飛ばしてみますか。多分これグーっていったら、ここからはもう重力をやっぱ感じちゃうんでね、大気圏のところに入ってきますんで、多分ジェパダイヤこう降りてきてくれると思うんですけどね。ジェパダイヤー。さあ、ということになりましたけれども、今これちょっと確認して見てみたところですね、任務中っていうところにパッドツェルカーマンがいます。これパッドツェルカーマンも帰ってくれるかはもう甚だ疑問です。ただ、ここ行方不明1人になってるんですよね。バレンティナ、ボブについてジェパダイヤカーマン。しかし、ボブとバレンティナは任務中に死亡と書いてるんですよ。ジェパダイヤはというと行方不明。ジェパダイヤはあれ、マジックだったのかもしれない。ポンって、もうマジックで消えてしまって、実はどっかからパッと出てくるかもしれん。もしかしたらそれがパッと出てきたパッとツェルカーマンかもしれへん。とか。何にせよ、ベルサカーマンという、飛行士を雇っておりますので、今回からはこのベルサカーマンで行きたいと思います。で、今回はいよいよ宇宙に行くっていうことなんでね、今までやったことないところなんですけど、トレーニングも一応してまいりました。ただ、難しいなと思うのは、宇宙に行って帰ってくるって果たして可能なのかっていうことなんですよね。もう構造がもう全然わからない。で、めっちゃ難しいと思う。だから、いけるかどうかは分からへんけど、ちょっとチャレンジ、第一チャレンジしてみようっていう期待をまず作ってみます。宇宙の謎を解き明かす、その夢が
この機体によってついに現実のものとなる。その名もスペースマウンテン。ははイエーイ。あの超大型ロケットです。これは今までの中でも本当一番でかいものです。キックバックがこれだけ小さく見えるっていうのは今までなかったでしょ。なんか知らないここギラ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 するんですよ。本当に常にギラギラしてます。これなんか光の反射やと思うんですけど、今回この真ん中の部分、この真ん中の部分と上の部分、さらには下の部分という3段構造のロケット、これ初めてじゃないでしょうか。この一番下にあるやつは全部新しいものの組み合わせですね。特にこれスキッパーこれあのスキッパーって名前からしてやっぱよく空気が出そうでしょ。それを一番下に搭載してます。これの推進力たりは多分相当なものかと私は思っていますね。でキックバックがさらにそこについてきて、今ならほんでこの上にもね、一応あの空力パーツつけてます。空力というか防護シェルみたいですね。これも防護シールドですね。で、中の部分の構造は至ってシンプルなものでして、ただ今回はこの足みたいなやつをこれつけてます。一応はワイワイは月に降り立ちたいと思っています。一応ね。で、まあ、これで行きたいと思います。あとはここの細かいチェックだけなんですけど、それ済ませて早速発射しに参りましょう。あ、ごめんなさい、重量オーバーだそうです。ここまでやってまいりましたけれども、いよいよですね、発射しに参りましょう。まあこれ初めての挑戦ですが、まあ失敗しないですね。はい。でベルサカーマンさん、これ初めてなんですけれどよろしくお願いいたします。これからね、月までの長い旅がございますので、では行きましょう。月までの快速急行発射まで3、2、1、発射。おー、いいぞ。いいね、いいね、いいね。あ、この一番下のやつめちゃくちゃパワーあるんじゃない？そんな気するわ。すごいパワーありそうですよね。しかも3つ分のエンジンがなんかこう表示されてるっていうのもまたミソやね。スピードかなり出てますよ。いい感じ、いい感じ。これだけ巨体をよく動かしましたね。いいじゃないですか。これめっちゃいいぞ。まず周回軌道まで、こいつはあの大気圏突破までの部分、この3つはね。で次が周回軌道に入るためのもの、さらには月まで行くものって言って3つ分けてますんで、ここで全然なくなってくるのは大いに結構。サンバーはとにかく切り外しましょう。はい、切り外しました。サンバー切り外し成功。このままでも行くんじゃない？結構行けそうですね。ちょっとスピード弱めてもいいかなとは思うんですけど、どうでしょうか。このそろそろまあ5万メートルぐらいか。大気圏突破はまあいけそうですけれども、じゃあどっちの方向に俺回っていったらいいんやろな。まあ月の方向がこっちと考えると、こっち、こういう風に伸ばしていこうか。こっちに伸ばしていこうか。よし、惜しくも惜しくも OK。 これぐらいで多分大丈夫ですね。今高さはどれぐらい出てるんでしょうか。16万メートル。あ、結構出ましたね。うん、いい高さですね。じゃあこの16万メートル手前ぐらいからですか、これを周回軌道にしていくんですが、ここでね、新しいことをまあ皆様にちょっとお伝えしなければならない。それが何かというと、マニューバーというものなんですよ。でこのマニューバーっていうものは、まあ、これからワイワイがどういうふうにこう行くかっていうのを計算できる、まあ、こういう軌道を計算できるんですよね。スピードを仮に上げていった場合、こういう風になりますよというのがシミュレーションできるんですよ。でこれ、この点を作っておくことによって、例えばこれで今ちょっと輪になったんじゃないかなと思うんですけど、あ、もうちょっとかな。これを輪にしますよね、とにかくね。でこれを輪にして、はい、ごめんなさい、ちょっと後で説明します。時間が結構なかったもんでしてですね、とにかく今この輪を大きく大きくしていってますね。これはもう皆さんと一緒にしていたことですんで、特段変わりはございません。こっからですよね、あいつとぶつかるように、まあうまく計算すること私にはもちろんできません、そんなことはね。ただこのマニューバーというもの、これを追加することによって、それは可能なんですよ。まあこれ、まあ、もう私も詳しくは分からないんですけど、とにかくこの円を伸ばしていけばね、私がこっちに向かってスピードを上げたらこういう輪になりますよってことを教えてくれてるんですよ。でずーっとこのまま伸ばしていくよね。じゃあ、まあよく分からないですけど、これでいきましょうか。もう私もあんま説明できないし、もううやうややと思ってくださいね。これ黄色いところ、黄色いとか橙色の線に行きます。向こう側から来ました。ちょうどここにムーンが来るでしょうっていう見込み。今でその中でこうムーンに近づくことによって、ちょっとこう方向がね、この黄色の部分からこの緑の線に変わっちゃうってことなんですよ。この黄色の線やったらほら、こっちに外に出てきそうやん。だって周回軌道入ってたんやから。でもムーンとこう被っちゃうことによって、ちょっとなんか影響があって緑の輪に変わっちゃう。で緑の輪に変わったら俺ぶつかるやん、ここでぶつかっちゃうよね。だからこっからここのこの切り替えの時に急にムーンに接近しだすんですよ。
減速しだしするんですよ。スピードグワーって緩めることによってムーンの周回軌道に今度は入るようにしなければならない。ここが一番のキーポイントです。とにかく今このマニューバーの位置から私は大きく外に飛び出しますんで、それをちょっと皆様にお見せしましょう。いやー緊張してきましたね。いよいよですよ。タイミングは1回しかないんで、ではもうちょっとしたら発射したいと思います。いきますよ、17秒ぐらいになったらいきます。それも一応あんま20秒ぐらいでいきましょうか。じゃあいきますよ、2、1、発射。これでここの部分がちょっと減ってきてるでしょ。これが減り切った時、もう一回マップを開かしてください。きっと先ほどやったあの図になってるはずなんです、私の今から向かう線が。これちょっと待ってみますよ。はい、行きました。とにかく今噴射しましたよね。で、こっからここまで行きました。マップ見てみます。はい。雷ことになってます。はい。全然違いますね。問題ないのでしょうか。あ、ここら辺ちょっとはっきり分かりませんが、青い線が私が進む線です。これではまずいかな。ちょっとここに寄せていかなあかんのかな。ってことは、こっからちょっと寄せていきますね。あ、ごめんなさい、ちょっとよくわからなくなりました。なんか紫が追加されました。円楽師匠でしょうか。これ焦点っぽい色合いになってきてしまったんですけれども、あんま紫、青、黄色、緑っちね、別に焦点が見たいわけじゃなくて、多分この紫の線はこの月の周回移動やと思うんですよね。で、まあちょっとごめんわからないんで、とにかくここまで行きます。ここの点がとにかく大事やから、もういいねん、そんな細かいことええやん。いや、気にして今までやってきた、来てない。だから、これ、あとはもう、これもういいから、もうこの今もうこの点、もうだから消しゃええんやろ、これ、もう消しゃええんやろ、ほら、納得いったやろな。まあ、これ、青いとこ行くねん、とにかく。ほんなら、このなんか線あるやん、ここ、ピロッとこ、ペペペってなっとるやん、ここ。ここがややこしいから、ここのとこですんねん、しまえん。おー、行きましたよ。おー、ちょっと待って、待って、来た。これ、ムンね、これがムンね。これ月やで、今から行くの。ほんで、今ワイワイはこの紫のところが通ってきたんちゃうよ。ただこっから今ワイワイが移動するこの紫から黄色の線に入ると、月もこっちに来ることによって、ここで私は減速します。じゃ月ここら辺な、今月ここら辺にいるかなーっていう時にワイワイ減速すんねん。グーって減速したらこっちに行くはずのものがグーって輪になって、こういうムーン周回軌道になるはずやから、もうこれ分からん、一発だけやん。でももうミスはほんまに許されへんから、このまま行ったって絶対俺無理やから、こっから行きます。じゃあフルスロットルで噴射してなんとか行きますよ。ゴー、よしげゴー。あちゃ、待って、あちゃ、早く、おっそう、お前もふざけやがって、お前ちょっと待って、これどうなってる、これどうなってる、まずい、これしくり倒してんじゃん、大丈夫、どうなってんの。あ、この青いやつがどんどん右行ってる。あ、いいかも。これどんどんこっち行ってきてくれたらいいんだけどな。あ、いいんちゃう。オッケー。よいしょ、ナイス。皆さん、これで月の周回軌道に入りました。もうこれをやるだけのためにね、何度トレーニングをしたか。トレーニングをね、裏でね、やったやつなんですけど、むちゃくちゃトレーニングしたんですよ。いやー、どうなんやろ、ちょっと月近くで見たくない？ちょ、ここ多分近点の方まで行くと思うんで、このままほっといたら。ものすごいゆっくりのペースなんですけどね、トレーニングでも本当に時間かかったんですよ、これだけは理解するのに。やり方、まず説明書みたいな感じでね、もうトレーニングが。こっからちょっと見てみますか、皆さん。わ、こんな感じや。わー、すげー。で、こっからもう一難関あんのし、わかる、みんな何やと思う？これ月の周回軌道入ってやん、俺月に降りなあかんやん、どうやって降りんのって話やね。で、地球ならば重力がきつすぎて無理やけど、あの月ならばパラシュートを使わずに降りられるんですよ。で、それはね、もうこの液体燃料で逆噴射してブースポッてこう降りてしまうっていう、そういう方法が一応可能な、そうなんですよね。まあ、一回ちょっとこの向こうの方の点、この点、一番遠い点をこっちまで近づけてくるわ。おー、すごい勢いやな、すごい勢いですよね。ちょっとこれぐらいで、OK。どれぐらいになったかな、今。近点が6万3000か。どれぐらいに寄せればよかったかな。もっともっと寄せなきゃいけないと思うんですよね。だから、
1万メートルまで来たか。ちょっと2500メートルぐらいまで絞ってみていい？これ今ゆっくりにしてるんですけどね。もうここまで来るとあまりにも危な危な。円かな2300って。まあこんなもんにしとこうかな。これで多分月の方向に行って、今度はここに逆噴射すんねん。もう逆ずっと逆噴射しっぱなす。わーって。ほんだらもうこの線とか関係なしにここに降り立つから。っていうか光がないんだな。はい、ということで皆さん、一応近点までやってきそうなんですが、まあ暗い中ね、こっからものすごく繊細な作業が入ってきます。で今スピードね、これ613キロやと思ってください。もう分かりにくいんで、とにかく MS が。613キロを0キロにする必要はないよね。まあだから5キロとか4キロとか、そのあたりにするんですけど、それをにしながら増えない。どういうこと？はい、ごめんなさい。ちょっと、いや、分からない。いや、近かった。たんですかね、あまりに近寄せすぎたために、多分引力に引っ張られたんでしょうね。月の、まあ、弱いながらあるんでしょう。でそれでやられたっていうことなんで、もう一回やりたいと思います。はい。ちょっとこの足だけさ、俺足用意してたやろ。これ展開しとこう。よし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 、いいぞ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 。ちょっと待って、ウキウキしてきたぞ。そろそろかな。もうそろそろ行っていいかな。あ、そろそろ行っちゃってもいいかな。もう行っちゃってよろしいでございますか。じゃあ行っちゃいますか。こっから571キロをどん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 下げていきますよ。じゃあ行きます。そろそろちょっと早い気すんねんけどな。まあ行きましょう。随分近づいてきたね。随分近づいてきたよ。ちょっとスピード下げすぎ感はするんですけどね。いやーっていうか、まずなんかぶつかりそうな気しちゃってるんですけどね、私今。これ大丈夫なのかな。これまさかぶつかるとかないよな。ってもう、いやもうこれで決めたいよ。さすがに3回目のトライってことなんですけど、一応高いところから、まあ、スピード減速させていかないと、多分こいつ自体が下に向かないのかななんて思ったりして、で今ちょっとチャレンジしてるんですけど。ちょっと待って、限りなくエクセレントできてるんじゃない？今これ限りなくエクセレントですよね。ほら徐々に徐々に、ほら上向いていってるやろ。めっちゃいいんじゃない？ちょっと待って、地面までの距離がわからん。この標高っつうのがさ、クレーターとかのこと考えて言うてんのか。これめちゃめちゃ難しいぞ。そうなってくると、ちょっと何キロぐらいにしよう。50キロぐらいにしといた方がいい。これうわ、マッツ、いやーこれ分からんわ。ちょっと待って、維持してもうた、維持してもうた。ちょっと待って、ちょっと待って、ゆっくり降りて、ゆっくり降りてくれへんかったらあかんから。よし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 、いやもう着くね、もうたどり着くね。みんな、ついに我々は今月にたどり着こうとしています。あーこれギア、あー瀬戸際、かなり瀬戸際。いやいやいや、もうちょ、もう早く降りろって、もう鬱陶しい。なんとかならへんか。頼むぞ、ゆっくり降りろよ、ゆっくり降りろよ、ゆっくり降りろよ。よしよしよし、いつ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 、いつ、いつ、いつ、もうこのままでいい、もうこのままでいい、もうこのままで俺もう降りてや。なんとかって、なんとかって、なんとかって。おいじゃあ、降りた、降りた、降りた。違う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 、降りてくれ、違う、降りてくれ、きれい。よくできました。うわすげー、月に皆さん降り立ちましたよ。なんとか。この着陸めっちゃむずいわ、っていうかめっちゃ斜めってるやん。うわベルサいいな、羨ましい。ちょっと出てみようか。出てみようぜベルサ。じゃベルサ、話話してベルサ、危ないから。おうわいいなベルサ。ほらこれどう、月皆さん、ほら初めての月ですよ。うわこれジェパダイヤどう思うやろな。よっかわいいめっちゃかわいいんですけど、なんなんこのジャンプ力。うわマリオ顔負けや。うわ何それ、トリプルサルコ。そこ判定ないんだ、ややこしい岩だ。そこそこに降りた場合俺どうやってよかったんやな。じゃあうわすごいな。こしかもクレーターですよ皆さん、クレーター。これは月の中でもね、ちょっとまた特別な位置づけですよね、クレーターっていうとね。あーすごいわ、こうやってほら浮くこともできるわちゃんと。うわーめっちゃ綺麗、綺麗っていうかなんか神秘的やね、こうやって見たらね。今まで見たことない土地って感じやし、月って宇宙兄弟で知ったけど、なんていうの、大気が存在しひんから、あんまりなんか酸素みたいなやつがね。だからすごい進んで見えるんですって、遠くまで。遠くの方が近く見えちゃうんやって。
も空気がないから、だから我々の距離感を測ってるのはあれなんやな、空気感なんやなっていうのは、まあ、絵を描いててね勉強になったなと思うことやったんですけど、なるほどね、こんなに綺麗なんだ、ずっとだから見上げる限りずっと星空っていう感じですもんね。見てください皆さん、あれがカービンですね、あっから我々は来たんですね。うわーすごい、もう遠いんかどうかもわからんよね、ボーリングの球が浮いてるようにしか見えないですもんね、もうこんなこんな感じで見たらね。いやーでももうジェパダイヤに本当はねここに来させたかったですよね。まあ今ちょっとジェパダイヤマジックの最中なんで、はい、どっから引き立てんこみたいに出てくるかわからないですけど、まあ、今思えばでもこうやって月に来るまでの間はいろんなことがありましたよね。まあカービンを見回るってことでさえまあ甚だ疑問というか、できたかと言われればねそんなところだったんですけども、まあなんとかこの第10回でどうしても月に来たかったんですよね。でまあこのシリーズ自体がそんな長くするつもりはもともとなかったんですけども、ありがたいことにこうやって皆さんに見ていただいてね、なんとかまあ次まで来ることができて、なんだったらそれよりも先っていうのが見えてきてしまったんですよね。でまあ私としてはまあ証拠りもなくというか飽きもせずロケット作るの好きでしたんで、でこれからなんですけど、例えばこの月に来てね、一応彼女、まあこれ EVA レポート、多分女の子やと思うんですけどね、うわすげえ32ポイントやってめっちゃすごいやん。これクルーレポートも向こうで立てれると思うんですけど、立てれるっていうかまあ書けると思うんですけど、まあこう旗を立てたいんですよね、我々は月に降り立ったという。まあこれちょっとやってしまいましょうか。うわーこれ感慨深いやろなー。あー来たなー、ここまで来たかー。いや地点名っていうのはなんかわからへんけどなー、強いてあげるならばこうかな、ゴールでありスタートラインですよね。まあもうこれは、まあ、月に行きたかったっていうのはある意味最初はね本当はゴールにしようと思ったんですよ。まあこれ言ってなかったですけど、まあ、シリーズ始めた時は、まあ、それ以上あるって知らなかったですし、ただ、まあ、今回こうやって月に来ることができて新しいまた何か違うものがどんどん見えてきた、まあ第10回までずっとこうジェパダイヤは出ずっぱりでね、やっててくれてたんですけども、まあそんなジェパダイヤカーマンにね捧げたいと思います、この月の一地点はね。いやー感慨深いな、ジェパダイヤ、ジェパダイヤもよし帰ろうか。えみんな言うとけど帰るまでが宇宙旅行やで、何言うてんの、こっからやで、こっからは1回しかチャレンジしたことないことにチャレンジするんやから、っていうかもう多分無理やと思ってるか俺、この月から発射してで月の周回軌道からそれってさらにまあカービンまで行かなきゃいけないわけですから、私はちょっとここ登らして、これこれどうやって登るの、これジャンプして登れる、違うお前ドラえもんか、よしこれでもうちょっと行ったら多分乗るってことができるはずなんですよ、ここに OK、 よっしゃこっからやな、こっからはほんまほとんども覚えてません私。とにかくでもベルサカーマン、彼女だけは絶対に私は、まあ彼女というかまあ男かなんか分からんけど、この月から出してあげたい。本当にそう思ってます。で、こう月から出んのって意外とすぐにできちゃう感じなんですよ。でもわいわいほんまにもう分からんもんやから、これに関してはとにかくねめっちゃ低空飛行でいいみたいやね。めっちゃ低空飛行でふわーって出るやん。でもそのまんまもうそのまんまふわーって帰るみたいな、もうイメージそんなん、ほんまに嘘じゃないねん、もうそのままだからふわーって帰るみたいな感じの周回軌道に入らなあかんから、これ多分足りひん気すんねんけど、まあまあ一回行ってみようか。じゃあ発射しますよ。おおびっくりした、もう行ってもうた、スロットルで限界にして行って持ってるけど、これ大丈夫なんかな。かなちょっと、ね、燃料抑え気味でいっていい、燃料じゃあビッてどうすりゃいいんだろう、どう考えてももう無理なんだけどな。ちょっと待って一回方向変えさせて、おっしゃ一旦ワーニはしたよ、ワーニはした。でこれこうぐるーんって回ってここらへんやん、ここらへんからギューンって飛んでいくから、こう俺のフライトプラン、いや、ま、間違いない任しといて、今まで今行ったやん、言うても月まで行ったっしょ。燃料なくなった。
はいって言いますことで、ラブファントムジェパタンを救うをこう2引き続きですね、スペースマウンテンも、まあ、月の周回軌道に取り残されたままということで、ね、しかもちょうどいいぐらいの輪でね、周回軌道してくれてるんでで皆さん次は一応ね、次ここなんですよ、ニンマスめっちゃ遠いでしょ、今の時点で燃料なくなったのに。ニンマスに関してはこれね、私もちょっと分かりかねております。ニンマスに直で行けんのか月経由なのかは分からないんですよ。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は、まあ、10というキリのいい数字のパート数でしたけれどもですね、なんとかまあ無事一応月に行くことはできたんでね、初心者ながら、まあ、ここまで本当にやれると思ってませんでした。でもどん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 やっていけばね、知識も増えていくし、ほんでね、知りたいっていう欲もね出てくるし、作りたいっていう欲も出てくる。このゲームは本当にね、最初はつきづらいですけど、やったら本当面白いなって思うゲームだなって、まあ、第10回に なって考えさせられましたけれどもですね、まあ、でも月に本当に旗差した瞬間は感動しましたから、できることならね、やっぱ月だけとは言わず違う惑星にも飛んでいきたいななんて思ってもいますしですね、ちょっと月以上になってくると、そのなんていうの、デフォルトっていうか、そもそものテンプレートみたいなものがね、まあ、ひな形みたいな、それ分からないんですよね。だからどういう風な飛行船が一番効率がいいのかっていうのはちょっとこれから考えていかなきゃいけないかなと、また皆様のアイデアをご頂戴するというか、参考にしなければならないなと思っております。と言いますことで、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければまた次回11回目以降もご覧ください。お疲れ様です。